さあ始まりました。本日もパレットトークのチャート分析させていただこうかなと思います。現在が9月8日16時43分 YouTube 録画しております。パレットトークの現在ですけども 67.4 円ということで、こちらもね結構下がってきてしまいました。それからですね、ビットコインがね結構下げてきてしまっていて、一時500万9000円ぐらいまで下がってきたというところで、今502万円ぐらいなんですけども、ちょっと下落がね強まってきてしまいまして、ちょっと嫌な形に、チャート形状的にもビットコインの方は490万円ぐらい、ここまでちょっと落下していくかなっていうふうには見ているので、少しねパレットトークンも影響あるんじゃないかなと思います。ちょっとビットコインのねチャートと一緒に比較していきますと、ビットコインが昨夜580万円から一気に下落、それから今501万円です。こちらのパレットトークンの方は73円から一気に下落しての67円ということで、形がね全く一緒ですね。今1月チャート、ビットコインのは見てるんですけども、ほとんど形一緒です。ですので、ビットコインとパレットトークンは、ちょっとチャート的には同じような形になってますので、ちょっと値動きお互いにね、参考になるのかなというふうには考えています。ですので、ビットコインがこのまままた戻ってくれればいいんですけども、ちょっとね、パレットトークン、ビットコインもですね、形的にちょっとまずい状況かなと思いますので、490万円ぐらいはというところなんで、こちらのパレットで言いますと64円ぐらいですかね、65円とか64円ぐらいですね、この辺までちょっと調整するかなっていうふうに考えています。今ビットコイン下げ幅広げてきまして、500万9000円ぐらいで推移してますというところですので、こちら64円ぐらいですね。ですのでちょっとその辺で下げ止まればいいのかなと思うんですけども、こちら IEO でね、スタートしましたので、あまり40円とか60円のところに取引があんまり実はないんですね。なのでちょっとその辺は結構値動きが軽いかもしれないので、一気に下落して50円台とか、40円台っていうのはちょっとわからないですけど、他が下げてくればねそれぐらい全然あるかなと思いますので、ちょっと正念場ですし、かなり厳しい状況にはなってきてしまいました。一夜にしてね急に世界が変わったみたいな感じで、現実受け入れられないということもあるかと思うんですけども、しっかりこのように対処していかなければいけないなというふうに考えています。それからイーサリアムもね同じようなチャートになってきてまして、こちらは43万円から、36万5千円です。全くこちらも一緒なんですけど、ビットコインのがちょっとチャートが形がねパレットと似てますので、こちらと、ビットコインですね、ちょっと相関して見ていくといいんじゃないかなと思います。今日もですね、パレットは結構ここからまたね、できれば上に行ってほしいんですけど、下にね、また行きかねないという状況が今目の前に現れてますので、こちらもしっかり、分析の方はしていこうかなと思いますので、またぜひご覧になっていただければと思います。ということで、今回のパレットトークのチャート分析、ちょっと下目線で、心苦しいんですけど、以上となります。最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。